東淀川区西部の中でも最大級の寺院となる宗禅寺であります。阪急京都線のですね、駅名にもなっているこの宗禅寺、非常に長い歴史を誇るですね、寺院ということで、この宗禅寺の正面側の方には駐車場があり、そしてですね、亡くなられた方の墓がですね、多く置かれてあります。そしてその墓の遠くですね、奥の方に見ると旧府営にあたる市営の宗禅寺住宅を見ることができます。今回は東淀川区西部での最大級の寺院宗禅寺から歩いて、こちらが大阪市営の宗禅寺住宅になります。5階建てのですね、中層なんですけれども、まあ、一部の塔にですね、エレベーターが付けられているということ、そしてこちらがですね、3階建てのですね、市営住宅なんですけれども、エレベーターはですね、きっちりと付けられているということですね。旧府営の市営宗禅寺住宅の、抜けてくるとですね、右へ曲がってきたんですが、そうすると阪急京都線の線路沿いを見ることができるんですね。こちらのが山口東第3第4町会の一時避難所になります。ベンチがですね、何か置かれてあるんですけども、これでゲートがですね、設置されているということですね。そして右手の方にも宗禅寺住宅の11号棟を見ることができて、奥に行くとライフの宗禅寺店が見えてきます。右手に阪急京都線の線路沿いを見ながら、いわゆるですね、一方通行の道を通ってくることになります。すなわち左側の方はですね、このようにマンション群が立ち並んでいるところということですね。淀川キリスト教病院附属クリニック前にある原海の踏切を渡り終えて、国島浄水所の間の道路を通ってくることになります。すなわち京都線沿いを渡り終えて、千里線沿いの方へと向かっているということになりますね。左手には国島浄水所の敷地内、そしてグラウンドが見えてきて、奥に阪急千里線のですね、淡路駅周辺の立体交差工事のですね、高架部分を見ることができます。この辺りはですね、直進が続いているんですけれども、先を進んでくると左へと緩やかにですね、斜めカーブへと入ってくることになります。そうすればですね、踏切が見えてくるということですね。このようにですね、道路の下からもですね、このグラウンドの全体がですね、ご覧いただけるかと思います。正面のですね、バックネットも見られますけどもね。そうするとここに踏切が見えてきて、阪急千里線沿いを通過することになります。以前はこの道からですね、左の方へ行くとですね、歩道、自転車道が伸びていたんですけれども、工事のですね、進捗に進んでですね、この道も通れなくなりました。ということで、この学道の踏切通りになるんですけれども、こちらを一回渡ってから淡路駅へと向かってくるという経路に変わったんですね。緩やかに右へカーブしてくると、このようにですね、直進の道路が出てきます。ここからですね、東淡路1丁目のバス停前までですね、直進が続いて、信号から先行ってもですね、そのあたり直線がですね、続いているということですね。左の方へと曲がってきて、大阪市営の東淡路第二住宅に上がります。その間の周辺の道路を通ってくるんですが、そこからですね、左の方へと進むとですね、また右の方へと曲がってきてですね、淡路駅の方へ、そしてこちらから進んでくるとですね、斜め左の方へと行くんですね。そして右側の方には東淡路小学校の校舎グラウンドが見えてきます。その東淡路小学校を右に過ぎてくると、東淡路南公園が見えてくることになります。ここはですね、園内の方へと入ってきます。まずはですね、こうやってベンチがあって、小学校側からの入り口なんですけどね、こちらに行くとですね、右手の方にはですね、このように健康遊具がですね、6つも置かれてあるんですね。間が時計ですが、そしてですね、このようにゲートになっているんですね。そしてですね、ここから過ぎてくると、このようにですね、広場が広がってきて、そして奥の方、いわゆるですね、これが東側ということになるんですけれども、モニュメントがあって、汽車の方がですね、機関車の方が展示されているんですね。こうやってですね、入り口の方がですね、3箇所あって、いずれもゲートと警視ということになっているんですね。いわゆるこちらが東淡路南公園の正面ということになるんですが、その正面の向かい側の方には東淡路第二振興町会会館、いわゆる集会所があります。
そうするとですね、このようにですね、交差点の方に出てきて信号を渡ったところに宝くじ売り場があるんですね。で、ここは信号を渡らずに右の方へと向かってきます。すなわち東淡路2丁目付近をですね、歩いてくるということで、まあ、こちらの方はですね、車線の方がですね、広くなっているんですけれども、まあ、現実に言えばですね、今は1車線しかないということで、その間のところがですね、今は工事現場の形になっているんですね。この辺りもですね、こうやってマンションがですね、多く立ち並んでいて、真ん中にはですね、こんなようにですね、高層のですね、マンション群もあるんですけれども、歩道と車道はですね、こちらからですね、まだ直進が続いていて、先を進むと JR 大阪東線、上東貨物線の高架が見えてくるんですけれども、そこまでですね、直進が続いてくるということですね。今ちょうど JR 大阪東線の201系久保寺行きが通過してきたんですが、信号が見えてきて渡ってくるとエリオン東淡路店、そしてライフ東淡路店のですね、駐車場と商業施設が見えてきます。ライフ東淡路店のですね、イートインコーナーの方で少し休んでですね、そうするとですね、府道14号、府道16号の大阪高槻京都線、大阪高槻線沿いの方へと出てくることになります。すなわち37と93号のバスが通る道路沿いの方へと出てきて、 JR 大阪東線の高架をくぐってきます。菅原市交差点の方へとやってきました。そこから右の方へと行くと府道16号、そして直進すると府道14号となります。今回はここから府道16号の大阪高槻線沿いを進んできます。そうするとですね、このように信号が見えてくるんですけれども、左手の方を進んできます。その信号を渡って進んでくるんですけれども、そうするとですね、こちらが神岡街道の一つということになるんですね。そして和賀府橋のですね、跡があって、その奥がですね、和合公園ということなんですね。11月の東淀川区ハイキング大会の東淀川西部ラリーではですね、ポイントだったんですけれども、こちらですね、遊具にはないんですけれども、カナダというモニュメントがあって休憩場所が多くあるということですね。その公園の向かい側の方が和合会館となります。今度は右の方へと曲がってきて、左手の方には5階建ての市営住宅があります。そしてですね、こちらが菅原公園ということになるんですが、その手前には菅原道人憩いの家があります。で、ここから左の方へと曲がって菅原公園の方へと入ってきます。中へ入ってくると、左手の方にですね、滑り台と柵のついた砂場、ブランコがあります。もう一つのですね、伊予中のブランコ、それはですね、ちょっと取り付けられていなくてですね、取り外されている状態。そしてですね、菅原住宅、市営のですね、菅原住宅の5階建てがあります。そして奥に進んでくると、また滑り台があって、鉄棒、そしてですね、このようにですね、遊歩道が広がっていてですね、そしてこのような広場ということになります。そして右手の方に目を向けるとですね、今は使われていないんですけれども、幼児用のプールがですね、今も残されているということですね。菅原住宅の4号館の近隣にあるんですが、こちらが菅原東公園になります。園内に入るとすぐに右手には運転があって、ブランコ、そして入り口があってですね、幼児用のブランコが一つだけ、そして砂場と山のようなですね、遊具、そして鉄棒という構成、真ん中に時計台があります。そして右側の方がですね、ゲートボールのできる広場になっていて、ここから左の方に行くと、緑のですね、木々の屋根のついた休憩場所、腰掛けのベンチがですね、3つあるということですね。菅原東公園から右の方に曲がってくると、建設会社のですね、事務所、そしてですね、コンクリート会社の工場に駐車場とですね、多く立ち並んでいて、その中に一戸建ての住宅が立ち並んでいるということなんですが、さらに左の方へと曲がってくると、裏側からになるんですけれども、ココスのレストランがあって、その奥にですね、東淀川区役所の文字が見えてきましたが、本庁が近づいてくるということになります。2021年の干支は牛ということでですね、このように牛のですね、絵柄とですね、芸神の雰囲気のですね、花壇がですね、目の前にある
東野川区役所前の思いやりの鐘前であります。さて総善寺からですね、こちらの方まで歩いてきたんですけれども、時間にして36分23秒、距離にして 2.82 キロ、4715歩の241キロカロリーでやってきたわけなんですけれどもね、まあ、道中ですね、今回は阪急総善寺京都線とですね、千里線のですね、線路沿いを、まあ、踏切を渡る形で、そしてですね、まあ、東淡路からですね、大阪高槻線沿いを通ってですね、やってきたわけなんですが、その手前にですね、大阪シティバスのバス停があってですね、93号、11、11号が運行されていてですね、ここからですね、東野川区役所からですね、新大阪、豊野の方面へとですね、つないできてるんですけれども、多くのですね、方が区役所の方に訪れていらっしゃって、どうやら待ち時間ができているようなんですけれどもね、できる限りですね、分散のですね、台帳、そして郵送での手続きもですね、お勧めしているようですので、ぜひ区役所のホームページを見てですね、ご協力いただきたいというふうに思います。今回は総善寺から東淡路、大阪高槻線沿いを経由して東淀川区役所本町前までを歩いてきました。